こんばんは、速稼塾の久保です。そうですね、創業した会社って結構潰れるんですよね。私が聞いたところによると、創業したその年に潰れる会社が、いくつか十数パーセントあって、3年続く会社ってのがね、あまりないと。10件あったら7件は潰れてるんじゃないかなという数字もあったり、いろんな尺度があるんですけども、とにかくね、10年経ったら 90% はもうないらしいですよね。いろんな会社ができては消え、できては消えと。で、会社がなんでなくなるかっていうと、単純でお金が儲かんないからなんですよ。で、なんでお金が儲かんないかというと、お金が儲かることをしてないんですよね。お金が儲からないことをしてるんですよ。こう言うととんじみたいですけども、本当にその通りですね。ネットビジネスなんてのは特にいい例で、情報発信をすれば集客できて売り上げが上がるんですよ。情報発信のほとんどは量ですね。でも、ほとんどの方はその情報発信の量が少ないんですよね。少ないか、もしくはやっているとも言えないような、これだけ、これっぽっちしかやってないと。例えばホームページを作りました、終わりとかね。ホームページって実はね、情報発信してくれないんですよね。それはですね、アクセスにかからないからなんですよ。ホームページがなんでアクセスにかからないかというと、 SEO 対策なんていうのは単なるね、資金の勝負ですから、お金がないようなところっていうのはやっぱりアクセス取るのが難しいんですよね。で、そのアクセスを取るためにどんなことすればいいかっていうと、ホームページに流し込むための別のアカウントをですね、量産していって、そこをね、目立たすことが早いと思います。私はね、そういうことをして最初のね、サイトアフィリエイトっていうのを成功させたんですけども、サイトを作るのにやっぱり1万個以上作るわけですよね。私は1万4000個ぐらいまでは作りましたけども、1000個1単位で14本行きましたんでね。さすがにそんな1万4000個ぐらいのサイトを作ったら、アクセスは毎日それはね、取れますよ、数千とか。やっぱりそれで売り上げ上げていくって形になりますんで、発信することは全てかなと思います。で、ちょっと話を戻しますけども、そうなんですよ。会社とかビジネスって、スタートするのは誰でもできるんですよ。難しいのは続けることなんですよね。特にお金を稼ぎながら続けることなんですよ。続いてるってことはお金が稼ぎ続けられているってことだと解釈してもいいです。でも多くの方は、お金がない。続けてもお金がどんどんかかるだけと。経費がかかるばっかりでマイナスになると。マイナスになるから借金をすると。借金で首が回らなくなって終わるというね。こんな、寂しいね、スパイラルに入るわけなんですよ。私は吉谷さんが、なんでね、こうやって利益を上げながら、たった一人の会社でもやっていけるのかってことなんですけども、これは二つ理由があってですね、単純です。これよく聞いてほしいんですけども、私は吉谷さんは、情報発信をしてるんですよ。で、情報発信することがイコール集客になり、セールスなんですよね。プレゼンにもなりますしね。でもやってることってのは、傍から見たら情報発信してるだけ。誰もいない部屋でカメラに向かって喋ってるだけです。単純でしょ？これ誰でもできそうじゃないですか。これをずーっとやってるんですよ。初日にやったことは何かっていうと、カメラに向かって喋ったこと。100日目には何をやったかっていうと、カメラに向かって喋った。1000日目には何をやったか、カメラに向かって喋った。おそらく1万日経ってもカメラに向かって喋った。これしかやってません。で、カメラに向かって喋ればいいんで、日本国47都道府県、どこでやっても同じです。車の中でやっても同じです。トイレの中でもできます。ね、私は海外からもやりました。どこでやるのも全く同じ作業です。カメラに向かって喋る。これ以外はないんですよ。ね、できそうでしょ？いや、できるんですよ。カメラに向かって喋ること。それだけでいいんですよ。で、理由が2つあるって言いましたけども、1つはですね、何かっていうと、カメラに向かって喋る。コストゼロなんですよ。通常ビジネスって、やればやるほど経費がかかって、経費のマイナスを補填するために、借金をしたりね、売り上げを作ったりっていう部分があるんですけども、私は吉田さんは、基本的にコストがかからないんで、100やっても、1000やっても、ゼロコストなんですよね。売上ゼロでしたって言っても、ダメージがないんですよ。ゼロでしたで終わりですから。でも普通のビジネスってそうはいかないじゃないですか。100やったら100分のコストがかかって、200やったら200分のコストがかかって、行動の限界点が来るんですよ。500やったらコスト払うお金がなくなって終わりというね、倒産、赤字転落という債務超過ってことになるじゃないですか。私は吉谷さんは、債務超過はないですね。細かく言うと、ご飯食べながらやらないといけないんで、電気代も払わないといけないんで、食事代と電気代が払えなくなったら、そこで終わりだと思いますけども、考えにくいですよね。はっきり言って、この動画は撮ってますけども、食事代と電気代と考えて、スマホ代とかね、全部で10万だとしたら、
多分ね30日1ヶ月のうちのどっか1日で作れますよね、この10万は。うん、まあね、それでもこれからは分かりません、作れないかもしれません、うん、ですからやるんですよ。で2つ目の理由なんですけども、それはまあ継続してるんですよね。本当に誰でもできることをずっとやってるんですよ。誰でもできます。うん、私はね2013年にこういった速稼塾ってのを始めましたけども、2013年にネットビジネスやるぞって決めて最初にやったことと今日今やってること同じですよ。繰り返しますけども、カメラの前で喋る、これです。これだけしかやってないんですよ。カメラの前で喋る、これによって売り上げができて、集客ができて、信頼関係ができて、1億円稼いで2億円稼いで、で向かっていくんですよ、そういう風に。いやこれだけなんですよ。これ以上に簡単なことってあるんですかね。え、どうなんでしょうか。もっと難しいことを皆さんやってるんじゃないですかね。動画の冒頭でお話ししましたけども、なんで儲からないかっていうと、儲からないことやってるからなんですよ。なんで儲かるかっていうと、儲かることやってるからなんですよ。私はカメラの前で喋るってことがこんなに儲かるとはね、思ってました。未だに思ってます。カメラの前で喋ると、それによって売り上げが上がり、儲かる会社がさらに儲かるようになると。今ね、世界で猛威を振るってる流行り病ありますよね。いや、皮肉なことにですね、こういった世の中がピンチな時ほど喋って売れるっていう現象が起きるんですよ。うん、社会不安があったりね、困ったことがあったりとか、問題解決したいと思えば思うほど、私は吉田さんの商品っていうのは同じことをしてるにもかかわらず売れるんですよね。で、私なんてセールスをしてるように見えないでしょ。でもこれでも売り上げ上がるんですよ。不思議でしょ。私はね、速稼塾のセールスっていうのをね、見たことないでしょ、聞いたことないでしょ。でも1年に1回ぐらいやるんですよ。1年に1回やって1年中どっかで勝手に売り上げが上がるということなんですよ。もちろん売り上げをね、作ってくださった、まあ、速稼塾の入塾生さん、生徒さんには最大限のね、払ったお金以上の恩返しをするつもりで一生付き合っていきますけども、まあでもね、売れるんですよ、うん、だから本当に稼ぎたいと思うんだったら2つのことをやることだけです。一つはカメラの前で喋ると、二つはそれをずっとやると。すごい単純じゃないですか。難しい計算式もありませんし、労務管理論を覚える必要もないですし、資格を取るとも言いません。ただこれだけなんですよ、うん、ただ残念ながらカメラの前で喋る最初の1回2回はできるんですけども、10回20回になるとやる人が減って、100回200回になるとほとんどいないんですよ。だ、続ければ稼げるのに、続けないんで稼げないんですよね。非常に単純じゃないですか。で、今までの会社の成り立ちとかね、倒産率っていうのを考えると本当に大変だと思いますけども、今は昔の会社のできた、できなかった、潰れたっていうのを論ずる時代ではなくて、100社が潰れようがね、200社が潰れようが、自分が潰れなければいいんですよ。100社、200社、潰れるようなビジネスをやっていなければ、潰れないビジネスをやっていれば、潰れないんですよね。トンチみたいなんですけど、本当にそうなんですよ。ちょっとこれが伝わるかなってことなんですけども、論による証拠、私がね、吉田さんもそうですけども、この動画のリレーを続けているわけですよ。こんな銭、腹減らしみたいなこと、うん、でこの動画のリレーっていうのははっきり言って、私と吉田さんの交換日記ですから、再生数が1なはずなんですよ。でも1じゃないですよね。だいたい40、50とか100前後とか、ものによっては数千っていうね、再生数上がってるんですよ。で、私や吉田さんの商品を買う人ってのは 100% 動画を見てる方なんですよ、ね、じゃあ動画を見てる方の中で、購入する人が一定数の割合で現れるとしたら、動画の本数増やしていけばいいだけでしょ。そしたら動画の見てる人の中で購入する人って割合があるわけですから、10人に1人が何か商品を買うとしたら、じゃあ動画の本数を100倍にしたら10人が買いますよね。で、1000個作ったら100人が買いますよね。単純な掛け算です。しかもこれは未来永劫なんですよ。今動画のリリースをピタッとやめたとしますよね。でも過去の動画はずっと喋り続けてるんですよ。で、その動画を見た人聞いた人がどんなアクションするかっていうのも同じようなパーセンテージです、まあ、10人に1人がね、物を買うとは言いませんけども、やっぱ一定の確率で売れるんですよね。ということは動画の本数を増やせれば
売れる確率が上がるでしょってことなんですよ。で今ねこういう風な話してますけども、この動画で何か買おうかなって気持ちにはなかなかならないでしょ。ならないんですけども、なる人もいるんですよ。価値の受け取り方って様々なんですよね。で私のこの動画を見たのが今日初めてって方もいらっしゃいます。あ、何回か見たことあるよって方がいらっしゃいます。全部見てますって方もいらっしゃいます。今までに何回か商品買ったよって方もいらっしゃいます。一回も買ったことがない方もいます。いつかいいものがあったら買おうかなって考えてる方もいるんですよ。まあ、そういうふうに考えていくとですね、やっぱりこの動画のリレーっていうのがすごい効果を生むなっていうことと、いうことは本当また戻るんですけども、一つはねカメラの前で喋るってこと、そしてそれをずっと続けること、以上なんですよ。コストはかかりません。売上が上がるだけなんですよね。そうすると潰れない会社ができるということでございます。こういうふうなねことはね、多分お勤めになってもなかなか上司の方、先輩の方、経営者の方教えてくれないと思うんですけども、私は吉谷さんはたった一人でずっとやってきた、そのね自分の実績をもとに堂々と話すことができます。カメラの前で喋る、それだけです。他に大したことはしてません。何もしてません。カメラの前で喋る、多分3日後も同じことやってます。10日後もです。1年後もです。10年後もです。今ね世界でいろんなね騒がしい状況が起きます。流行り病がありますよね。流行り病があろうがどうしようが、カメラの前で喋る、これだけです。これだけで一生やっていけると思います。一生やっていけないかもしれないですね。やっていけなかったらその時はまた何か手を考えましょう。それでは。